湾岸 TV 始まるよ。ちょっと右行っちゃったな。え？こついちゃっとる？なんか浮きが立たないな。当たった。浮きが立たない。ここ何メーターなんだろう。当たった。なんかくっついてんのかな。なんだろう。そこついてんのかな。聞けんの。おお。お。ボラだ。ボラ。普通にボラだよ。さっきのも多分。わかんないけど。あ、でもこんなんじゃなかったもんな。これはボラでしょ。わあ、ボラ。いやでもわかんないですよ。中で平べったいの。あ、ボラ。やばいなこれ。引くんだけどさ。ボラだと気合い入んないですよね。よし、キャッチ、無事キャッチしたけど、いや、はい、あげてください。ありがとうございます。いやー、さっきのね、やっぱり一番最初にバラしたやつは、まあ、シマアジね、なんか常連釣り師さんが見ててくれて、シマアジだったよっていうね、ことでした。まあ残念でしたってことですよね。しょうがないです。頑張ってやります。っていうかね、ここ水質がね、ほとんどない。今、サビキでも、カゴから浮きまで50センチぐらいしかない感じですね。まあ今、干潮に向かってるんで、多分、まあそんな感じなんですかね。走ったぞ今。よしと、ボラ、またボラじゃん。やってまった。もう完璧ボラだよこれ。小ぶりだからぶっこ抜ける。いや、ぶっこ抜く、いや先生に先生にお願いしよう。いやーボラだ。走っていくもんね、パーって横に。いや、あ、これで届かないかな。江沢さん汚くなりますって。多分これで届くと思うんですけど。わあ、江沢さん、これはご迷惑をおかけします。ここ来たね。何言ってんの。あったらうまいんだから。いやとかって。俺も江沢さんに同調します。
食ったらうまいとかじゃないですよね、江沢さん。そういう問題じゃないですよね。え、何が？いや、これもリリースですよね。うわね、ほらねっちょりしてる。あ、ありがとうございます。ねっちょりしてる。洗っときます。わあ、またボラだ。よし、神がね、救ってきたイカです。これね、チョップしてコキってやるんだよね。いや、ちょっとここコキってやろうか。くっ、いくよ。本当か？あれ、あー、かわいそう。あれ、なんで一回で決めてやんないんだよ。あら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 、よいしょ。まあちぎれたかもしれん。ちぎったからもう返す。いやで。元に戻んね。元に戻んないですよ。もう。悲惨だな。じゃあやっちゃうしかねえ。いやったー、島ね。来ましたよ。もう、これ3度目の正直だけど、ここ近年最近釣った中で一番でかいかもしれん。今年31枚目です、ね。ちょっと測ってみますね、後で。はい、今ね、測ったところ、35.5 ですね。新記録です。ね、よかったです。来てよかった。ね、35.5。やりました。チェストのね、儀式やりますよ。この前習ったのがここだったんだけど、今回ここもね、なんか動画で見たらあれだったんで、いきますよ。うっ、よし、あ、ダメか、またダメかな、これ。ここら辺か。うっ、あ、太鼓があるな。太鼓ありますね、これ。お、目が上がったぞ、これ。成功じゃねえ。うん、まあ成功にしときましょう。はい、じゃあ血抜きね、していきます。よいしょ、よいしょ。いやー、朝一バラしてどうだろう、9時頃足元で、まあ見えたんですけど、足元でバラして、まあ、神には網構えていただいたんですけど、まあ、バラしと。でも今回はね、慎重にやって、まあ、取り込めてね、まあ、嬉しいですよね。新記録。ありがとうございます。また引いてるよ。まだちょっと待って、待って。待つよ、待つよ。ボラじゃないと思うよ、多分、これは。よしと、お、来た、島だ。この辺りも島。え、どこ？あ、イカ、イカがいる。スクオ、スクオ。いや、僕も食べたいイカ。届かないかな。いや、こんな、あ、届かんわ。イカちゃん、向いてる向いてる。イカってどっちに進むんだったっけ？あ、後ろに進むのか。イカちゃん。あ、江沢さんのやつの長いんじゃないですか。あ、江沢さん、イカ、イカすくって。回ってますよ、イカちゃん。スミイカ。お、江沢さん届きそうじゃないですか、スミイカ。頑張れ。いや、
俺が救ったら、ああ江沢さん、江沢さんイカ救いましたよ。はい、イカ。さっきね僕あの半分にしちゃったんで、今回イカチョップはなしです。怒られちゃうからね江沢さんに。江沢さんおめでとうございます。坊主逃れ。いやー僕も救いたかった。でもみんなお土産ができてよかったです。あ、入っておりますが、浮き、せーの、それ、あー、ボラか、ボラだ、あ、ボラだ、リースやりたいですよ、島、ちょっと今、島っぽかったよ、でもちっちゃかった、早合わせすぎた、あー、でもボラかもしれない。コーナー針が切れるってことないですもん。また切られたもん。ほんとボラ厄介。仕掛け貧乏になっちゃいますよこれ。はい。いやーさっぱりね、当たりなくなりましたね。まあとにかくねボラが。まあ、大変ですよね。仕掛けがね切られちゃうんですよ。で、ね、今12時ぐらいなんでどうだろう。一応僕の中では要は7時、まあ、入って7時、9時11時ってね順当に当たりが来てるんで、まあ、次1時から2時かなと思ってます。まあ、そこら辺がね最終じゃないかなってね、感じはしますが、まあ、それまでねちょっと頑張りたいと思います。いやー久々に引いたんだけどボラだなこれ。あーボラだ、やばい、もう終わりかな、もう終わりっぽいな。あ、久々に引いたと思ったらさボラですよ。あ、うわもうねボラかシマアジしかいないな。メジナなんかチラッとだけちっちゃいの一匹見たぐらいで、あ最悪、もう切れておしまいでもいいぐらいだな。おおお、あ切れた。ボラか。もう針もねえじゃん。1、3本ぐらいないんじゃない？2本か。まだいける。はい、今ね2時40分、農館です。まあどうだろう。11時の時点でぐらいで釣れて、まあ、その後ね、何時 ?2 時頃 ?1 時、2時前か、ボラが釣れて、まあ、終了ってことでね、まあ、ほとんど、どうだろう、シマアジ釣ってからね、ちょっと当たりがないっていうね、そんな感じでございました。まあ、なかなかね、ちょっと聞いてみたんですが、防波堤内、多分、シマアジ3枚ですね。で、まあ、左隣の人は多分35、6センチだと思うんですよ。で、先端の方ね、で釣ってた方は37センチ、私の方がね、35.5センチでしたね。まあ、なかなかね渋かったですよね。ちょっと前まではね40センチ級がね結構上がってたんですけど、それを目指してきたんですけどね、まあちょっと及ばずっていう感じだったんでね、また40センチ目指して、頑張っていきたいと思います。ではね帰ります。